階段音チャンネルです。ちょっと速報なんですけど、僕のブドウロックシードがなんかボロボロなんですよ。新品で買ったはずなのに、今開けたらここが触ると分かるぐらいバリになってて、3箇所ぐらい傷ついてて、こっちが塗装張りしてるんですよね。この上と端っこの方が、まあオレンジロックシードでもバリがあったりしたんですけど、ちょっといきなり塗装剥がると傷があったんで、うわーと思って、まあでもおもちゃだしそういうことがあるのかなと思ったら、これ僕だけなのか、なんかこう感触がすごい悪いんですよ。このこうギシギシっていうの分かります？ギシギシ、これが他のやつだとそうならないんですよね。スムーズなんですよ。最近のメロンとかパインとかでもならないんですけど、ブドウだけギシギシ、このバネの音がギシギシって押した感じがすごい悪いんですよね。あとフェイスプレートなんですけど、これも塗装すごい悪いんですよ。フェイスプレート、そこまで僕細かく気にしないんですけど、これはちょっと明らかに他のやつと全然、この開け閉めの感触も全然違うので、交換してもらえないかお願いしますけど、こういう個体差がありますので、皆さんは購入の際に気をつけてください。こうやって入ってる状態で傷があるかどうか確認できますからね。というブドウロックシードの購入時の注意点の動画でした。